最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行ですね。はい、そこは読めそうな感じなので読めなかったのかな。ブラックで、ストロー。さて、いや、あれはね、俺も今回ので気づいたぐらいだから。じゃあちょっと難しいかもしれませんね、うん、だからいくらなんだろうね、企業案件一発で。さて、じゃあまあとりあえず逆転戦か、めっちゃ効果ある。俺が個人的に企業案件行きたいよ、うん、うちのお店の紹介してください。あ、確かに、まあ、だるいけどそれそれ で、ね、俺あんま仕事したくないけどだるいけどそれは。そう、一枚会社少ないな、しょうがないですね、はい、でもいいじゃん、逆転からはいいじゃん。とりあえず、はい、葉桜ですね、うん、はい、葉桜になりました。なりました。で、なりました。その後ですよ、これも手がばらまいちゃっていいな。3体コールいたします。コール、コール、コール、うん、はい、これでアタックに入りましょう。はい、はい、おとなしめです。1点です。行った、はい、OK、 ターン終了。そうか、がっつり固めるってことですね。もうこれでその戦艦が入ってるんで、がっつり固めます。ほぼ崩れないようです。はい、ドロー、チャージ&ドロー、そういうことか。まあいいでしょう、はい、ほぼ崩れませんよねってことか。なるほど。しかしそうなると俺はスーパー作戦プラン B で行くのか、うん、まずチャドロこれ考えます。そうですね。これはでも俺もチャドロを間違えるんですよね。うん、まあまあまあこうだろうな。チャージ&ドロー、うん、なるほど、うん、まあ普通にこっちコールかな、うん、で、ここを選択します。そうなったか、これ入れます、うん、そうなったか、こっちか、逆でしたね、ライフね。あ、そうね、そうですね、はい、あんまり良くない。で、晩秋設置、うん、晩秋効果、はい、どうぞ。まあこれはそうね、こっからでいいんだな、うん、入れて、はい、なるほど、アクセスなら来ると、うん、やっぱ俺回ししばらく離れて DS やってねえからな。そこかもしんないな。そこもあるかもな。いろんな影響があるそう、いろんな影響がある。これはですね、はい、このハンド的にはですね、うん、あえて、うん、これにしとくのか、やっぱ無難なのは、うんうん、そうした方が、うん、面白いかもしれないね、うん、これにしましたと、うん、はい、で、さらにまあこれは使っちゃうかな、うん、3枚めくって、まあ、取られればぼち小屋しですよ。落としてみましょう。落ちました、うん、ひどい。何もない。これやっちゃったな。やっちゃったか。やっちゃったかもしれないですね、結論は。ちょっと痛めでしたね。結論やっちゃったかもしれないですね、うん、はい、はい、で、はい、結論やっちゃったくさいんですけど、はい、これはしょうがないな。ダメージ通したいもんな。今使うか、イビキの劇。やばいっす、まあ、こいつドロップしてワンドローっすね、はい、で、まあ、奇襲っすかね。で、奇襲っすね。はい。はい、で、1。はい。踏みつけて。まあ、これは出ないっすよ。まあ、そうですね。出さないっすよ。しょうがないっすね。下げて。どうやって下がりました。はい。うん。で、6戦下げたんで、はい、これでアタックしましょう。アタックフェーズ開始時の葉桜の効果を使いましょう。はい。葉桜の効果により、センターにコール。はい。ですね。操作フレームの効果。手札以外から打った時にワンドローします。はい。しっかりアド稼いでくね。そうですね。やっぱし。そしたら、2回攻撃ですよね。うん、キャスト、出撃せずを使います、うん。場の艦載機をソウルに入れて、ソウルの艦載機を場に出します。なるほど。効果ワンドローです。空振り。はい、空振りました。で、バン。まあいいでしょう。はい。まあ、ハンド1枚削った程度で終わっちゃったのか。そうですね。で、ファイナルフェーズ。はい。
これ余裕あるね。5枚入れられるからね。そうですね。逆転札合わせて。これは余裕あるよ。で、何を入れるかなんですけど、うん、まあ別にそんな考えなくていいのか。あと3枚入るからね、はい、汎用系を入れとこう。まあ汎用パーツを入れ込みました、うん、OK です。はい、うん、はいはい、ハンドです。ドロー、うん、チャージドローです。はい、さて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 、うん、じゃあまあ、うん、コールサイズ位置ですけど、うん、なるほど、はい、いいですか。はい、ですよ。ってことはよろしいですか。うん、しょうがない。違うんだ、サイズ位置って落ちるかと思ったんですけど違うんだ。なるほど、うん、ちょっとこの真ん中まだかなって感じがするんですけど、いや悩むな。でもそう言われると、うん、悩むな。でもさ、逆転札とこれって同時に言えないよね。そうですね。だからこれ使うつもりだったら早期に逆転札しとくべきだったんだ。そうですね。うん。しょうがない。しょうがない。アタックフェーズに入りたいっすよ。で、ここで逆転札いっとくかな。まあ、一応いっとくか、はい。しないという選択肢はないと思うんですよ。はい。多分。ソウルから出すのかな。あんまり美味しいカードないんですよね。うん、そういうね。まあ、こうで、まあこうで、あと1枚だね。はい、あちちあちち、まあこれにしとく。うん、それでいきますか。そんなすることないのかな。まあこうか。そうね、うん、そうね、はい、了解です。そうするしかないな。じゃあアタックいきましょう。はい、よいしょ、アタックです。ですよね。はい、でアタック時一応効果使います。はい、ソウルに、手札のカード1枚を入れると、うん、ワンドローしてライフ回復します。はい、でそこでですよ、うん、これは闇討ちを使いましょう。はい、なんかドロップし、うん、まあ、ドロップし、ドロップして、フル破壊か。フル破壊、はい、やられました。で、奇襲発動でワンドローし。はい、OK です。はい、じゃあ、葉桜いきますか。葉桜、うん、貫通アタック3点。ここか、使うべきタイミングは。貫通受けちゃうもんね。そうです、はい。貫通が入りました。いろいろ間違ってるな。まあ、奇襲いっぱいあります。はい、だからイペクの劇から、まずドローして考えよう。そうです、はい。そしてその後でこれでバウンスですね。バウンス、ダウンス、なるほど。要はソウルガード何でしょうか。うん、じゃあまあ魔法たくさんあるんでこの辺で、はい。でここかな。はい、でじゃあ払い、払い、回収して入れるっていうことですね。はい、回収、あここだね。そうですね。普通に考えて、はい、そうですかね。回収、はい、大丈夫です。いや破壊するマンの方がいいのかな。いや、下げて殴った方がいいだろう。多分多分ね。で、入れます。で、はい、出る。で、チャージする。チャージする。2回攻撃。はい、3点貫通。そっか、ここで出すのやだな。そうなっちゃうのか。そうですね。こうなっちゃうと。でも、多分、これが終わったら、出てくる可能性はあるんだっけ。逆転殺機か。逆転の殺機の効果を使えばとりあえず発射はできますが、あ、まあ、やんないですね、このライフじゃ多分。まあ、やってもいいんですけど。3 はい、しょうがない、出ちゃうわ。了解です、出ました。あ、バディ、今バディーコールしてます。今バディーコールで、はい、まあ、一応出ました。一応下げておきます。いや、今下げるの強くないんだ。今使っちゃっていいかな。ブレイブマシン格納庫使いますね。はい、でこの効果により、3ゲージチャージ出しますね。うん、よいしょ。で、あ、ごめんなさい、3ゲージじゃない、ごめんなさい、失礼しました。3枚見て、1枚ソウル、1枚の、これ全部ゲージです。はい。すべてゲージで。7、はい。これな、逆転って言うのかな。怪しいんですけどね、今この辺発射しても、
あ、でも面白そうか。面白そうっちゃ面白そうですね、今ね。守備力6000ですもんね。ちょっと突破するの難しそうだな。エンド。エンドかな、エンド。でもエンドですね。どうぞ、エンドです。ドロー。ちょっと難しそうですね。逆転差つきでは。これは、そうか。非常に悩ましいですよ。まあこうだろうな、チャージ&ドロー。はい。なるほど。鬼は晩秋効果の前にまずこうかな。圧縮かけよう。爆殺7億送り。はい。いや、そろそろデッキが…そうですね、山がそろそろ。やばいね。まずい。山の調子が悪い。まずいですね。これ非常にまずいですね。うん、まあまあまあ、しょうがないのか。これするしかないのか。はい。で、鬼は晩秋効果入れて、ドロー。いや、下がってないのつらい。まあこれでワンチャン取る、ワンチャン2パンできるな。そうですね。アタックフェイズ。アタックフェイズ開始時、戦艦葉桜より、発進ですね。ホール、クイーンクラーダ、指揮官機ですね。はい。はい、サイズ2か。いいですね。それは予想外だったぜ。なるほど。ちょっと2はダメ、ダメっぽかったと。2はダメだった。効果、はい。このカードが登場したとき、場の攻撃力、守備力を2000、この単値を上げっぱなしにします。なるほど。はい、ってことは7。あれ、いや、ごめんなさい、今これがこっちでした、失礼しました。7000だったのが、はい、9000になりました。9000、はい、素で届かなくなって、はい、こいつがいる限り、いや、あの、これはだったらもうターン、召喚時効果でずっとです。はい、しょうがない。引っ込む効果は最後だよね。エンドフェーズだっけ。いや、あの、攻撃対抗で好きなタイミングでヒュッと、あ、引っ込めるの。まあ、攻撃宣言ですね。相手の攻撃宣言に反応してヒュッと引っ込みます。なるほど。じゃあ5000だから、まず単体でこう届くじゃん。なるほど、短期で届く。はい、大丈夫ですよ。はい、そう。で、ごめんなさい、総攻撃力いくつになってますか。これで、8000の1万ですね。1万、攻撃力1万。で、なんだっけ、2000上がったんだっけ。で、今9000ですね。うん、だから届く。で、全部で1万。うん、じゃあ対抗します。はい、戦艦、こっちね、うん、はい。戦艦サツキの効果により1ゲージ払って、はい、ソウルにいる艦載機1体をコールいたします。呼ぶのが同じやつです。はい、これでもう2000あげます。ね、1万1000まで与えました。でこいつが7000になっちゃってる。7000になってます今。しょうがない。あ、ちなみに今、あの、アタックした時に一緒にやってますけど。あ、そっかそっか。はい、全連携アタック時。全連携アタック時にこいつを出して2000パン。アタック時ね。はい、わかりました。2000パンですね。わかりました。はい、で、さらに動くかどうかなんですけども。そうですね。貫通があるから動く理由がないな。エンド。うん、よいです。じゃあ引っ込みます。はい、引っ込んで、スタンド。でもさっきよりはなんかやれる感じはあるんで、多少。チャージ&ドロー。ここに2入れときゃよかった話。そうですね。じゃあ、まあまあ、そしたらコールかな、とりあえず、コール、はい、はい、まあ、それはね、止めるようなですよね、うん、こっちかな、ダーン、了解です。まあ、やられましたね。で、見せて、はい、まあ、2ダメージ飛んで、で、一応効果は出ます、ワンゲージチャージですね、はい、で、入れずにコールですね。了解です。で、2チャージします。で、踏み潰しによってこいつがまた奇襲します。で、はい、OK です。奇襲し、はい、そして回収して、これでもさ、自分のターン出さないと勝機ないぞ。そうですね、まあ、この後貫通2回攻撃をどうかわすかっていうのもあるんですけど、はい、君の場のソウルに入れてようよ、はい、まあ、入れます。はい、入れました。はい、じゃあ、アタックフェーズ開始時効果により、はい、ソウルよりモンスター1体コールいたしますよと。コールするのはここですかね。なるほど。これです。この召喚時効果により相手の場のアイテムか魔法1枚破壊します。なるほど。破壊するのはまあ、あれです、こっちで、まあ、こっちですね。はい。そうですね。そうなるね。はい、ではアタックいきます。はい、まあ貫通って言われそうだけど、いや、先に貫通3点。そこから行くか。そうですね。で、貫通嫌なんで、闇討ち。闇討ちいなくなって、破壊は、うん、
これ引っ込まれないよね、今破壊すれば。引っ込めないです。引っ込む効果はこれ自体にはついてないです、ね。でもまあここ破壊だよね。そうっすね。うん、あ、ごめんなさい。こいつアタックする戦艦が出した時にゲージチャージしてワンドロ、1枚下がってしまって。ね、はい、ワンです。まあここ破壊。で、奇襲ですよね。はい、奇襲。下がっちゃったか。で、下がると、でも下がっても届くんだ。攻撃力1万5000ありますからね。下がっても届くんだよ。ね、まあでも打撃は下がってますよね。うん、そうだね。打撃3の下がってます。打撃3って下がってるから0、くしょうがない。アタックですね。はい。しまいですね。戦艦、暦級5番艦サツキの効果により1ゲージ払います、はい、ソウルにある、艦載機1体コールですね、はいはい、アタックプレイヤー1点受けた、2回攻撃プレイヤー1点受けた、はい、ファイナルフェイズ主砲メイブラスターですね、はい、うん、でもさっきより受けてるな。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと